お疲れ。ずっと書類整理してたのか。なんかごめんな、脚本も書かないといけないのに雑用ばっかりさせてさ。君も少しはうちのやり方に慣れてきたみたいだな。でも頑張りすぎるなよ。無理してるんじゃないかってちょっと心配してたんだ。俺には何でも言ってくれていいから遠慮しないでね。ああ、舞台はみんなで作るものっていうのが父さんの口癖だったから。そもそもこのカンパニーを立ち上げたのもそんな思いがきっかけだったからね。父さんは子供の頃に見たミュージカルに感動して、自分も誰かを感動させる舞台を作りたいって思ったんだ。でも大人になって入った劇団は利益ばかりを考えるようなところが多かったらしくて、ついには意気投合した母さんと一緒に自分たちで劇団を立ち上げちゃったんだよな。うん、立ち上げた時は団員も少なくて何度も解散しかけたって。その度に母さんが父さんを支えてきたんだ。俺もいつか父さんのような主宰になりたいと思ってる。俺はさ、このカンパニーに来てくれた人たちを笑顔でいっぱいにしたい。ただ楽しむだけのミュージカルじゃない、お客さん一人一人の心の奥までに響くような、ここでしかできないミュージカルをやりたいんだ。そのためには君の力が必要だと思ってる。一緒に頑張ろうな。